ヒラノ仕様、質問箱での神宮寺ゆ太とのやりとりにファン歓喜。新たな、バコプロ、宣言とはヒラノ仕様がインスタグラムのストーリーズに質問箱を解説し、フォロワーたちとの交流を楽しんでいることが話題となっています。元キング、プリンスのメンバーで、現在はトベに所属するヒラノ仕様は、ファンとのコミュニケーションを大切にし、彼の活動に関心を寄せる人々に喜びと興奮を与えています。 この日、平野紫陽は質問箱の解説を予告し、ファンから寄せられた夕方の定義に関する質問に答えることになりました。夕方の時間についてのファンの質問には、家事の段取りを考えるファンや、楽しみにしているファンなど、様々なリアクションがありましたが、結局、質問箱は午後5時43分にスタートし、同8時前に終了しました。驚きと喜びの中で、 質問箱には、平野潮と同じ飛べ、所属の神宮寺雄太も参加していたことが判明しました。神宮寺雄太は、夕方とはバイクが走りやすい時間帯じゃないとコメントし、バイク仲間としての感覚を示しました。これに対し、平野潮も、一番わかりやすいやついました笑いと共感し、ファンたちも、夕方はバイクが走りやすい時間帯だよね、ジンくんも参加してたのか。 仲良し人ヒラと賑やかにコメントしました。ヒラの仕様はこれまでにもアカウントを開設してから4回の質問箱を設置しており、フォロワーとの交流を楽しんでいます。その中で、もうインスタグラマーだね、という質問に対して、質問箱のプロ、バコプロですわと新たな宣言をしました。バコプロとは、バクテンのプロの逆称であり、彼の軽快な回答や楽しいコンテンツにファンが笑顔になることを表現した愛称です。 ヒラの仕様の質問箱を通じて、神宮寺雄太とのやりとりが明らかになったことで、ファンたちは大いに喜びました。両者の仲の良さとバイク仲間としての関係が伺えるやりとりに、ファンたちはさらなる親近感を抱いたことでしょう。今後もヒラの仕様の SNS 活動から目が離せません。最後に、ヒラの仕様が、バコプロとしての面白い回答や交流を通じて、ますます多くのファンを魅了していくことが期待されます。 彼の明るく楽しいパーソナリティとファンへの熱い思いは今後も音楽活動やエンターテインメントの世界で輝き続けることでしょう。ファンのサポートと平野潮自身の努力によって彼のさらなる飛躍が待ち望まれます。